国見温泉は岩手県岩手郡雫市町にある温泉。旧、道の区国内の秋田県との県境に近い大宇山脈のただ中にある人。色や油臭さで温泉とわかる濃い泉質で知られる。色は美しいエメラルドグリーンで天候や日照によりデモに色、能力色などにも見える。東邦大学の分析によると、 温泉に含まれる炭酸カルシウムと硫黄の微粒子が、レイリー産卵で青く発色し、これに多イオンの黄色が混ざる。その日の選出、気象条件等の様々な条件により結晶の構造やサイズが異なり、色が変化する。湯船には湯の花も大量に舞っている。陰染可能だが、その味は非常にまずいことで有名。発見年代は不明だが、 江戸時代の原禄年間以前であるとも言われている。温泉地内に祀られている薬師普賢の石仏には文化5年の年号が刻まれているものがあることから文化年間にはその名が知られていたと思われる。平家湯当初は南部藩の湯治場であった。文政9年の記録によれば、この温泉は一度良くして百病を治ると伝えられる名刀で、 旧暦の4月中旬より7月下旬まで、当時客で賑わっていた。湯の味は苦く混じって塩を生やしており、天候によって湯の色が変わる。天気の良い朝は白く、日中は黄色、夕暮れには藍色になる。雨天の日には黒く、人の体も黒く染まると言われ、女人や魚にも効き目があるが、鳥類はイムと言われていた。 トアラ八万台国立公園内の標高850メートルの山中に位置し、旅館は森山荘と日本秘湯を守る会にも属する石塚旅館の2軒が存在する。どちらも自水部も存在する湯治場である。雫石町への宿泊、日帰り入浴施設、国見山荘も存在する。登山ルートにあることから秋田駒ヶ岳駅帰りの利用客も多い。 秋田駒山町まで約2時間半。路線バスの便はない。森山荘は条件次第で宿泊客の送迎あり。ありがとうございます。